これ乗っていきます。初めてだね。そうだね。お願いします。というわけで今回はヨンちゃんがまた韓国帰りますのでまた帰りますので今回はちょっとね、もうバスがなくなってしまった関係で、ね、電車で行きます。でラピーコちゃんに乗らせていただきますので、泊まっていくんですか。でなぜと言ったら、あの前はボスがあったので本当にありがたかったのな。今まで本当にはいね、今までそのありがたかさを分かんなかった。正直言ったらね、でもこのまま一気にあの韓国に帰ったら持ち帰れすぎてさ、まあ、何せやちっちゃい子がいるからね。まあね、一人なら全然大丈夫けどな。あ、これいつも大阪っぽくない？ヒョウ柄だ。これヒョウ柄。ヒョウ柄じゃん。ヒョウ柄じゃない？これ。わかんないけど。これヒョウ柄じゃん。言われてみるヒョウ柄にも見えるな、うん、で前の動画で私が車の運転をね、練習してるっていう話をしたんですけど、ちょっとさすがにまだ高速乗って、そうだね、送るの怖いんで、次回ぐらいから、ね、そうそうやると思いますが、今回はちょっと電車で行ってみます。なんで今日はね、リンクタウンでホテル撮ってますんで、リンクタウンさ、結構遊ぶとこ あるんだよ、いろいろ。そうなの。なんか買い物とかしようかな。いいね。でもさ、結構ね、ホテルいっぱい書いてるもんな。すごいね。もう出口ごとになんかホテルがあるっぽい。今日はこのね、OMO、関西エアポート、バーライン、星野リゾート、ここを撮ってますんで、行っちゃいましょう。もうね、直結してるらしいよ。出なくてこのまま行ける。大阪にもダダの Wi-Fi ができたの？だいぶ前からあると思いますよ。本当？このシールがそんな太くないんだけど。大阪はちゃんとフリー Wi-Fi ありますんで、気軽に来てください。出口出たらすぐだね。すぐでございます。あのダラダラと歩かないで大丈夫。そうそうそう。下にこうローソンもあります。チェックインできるかな。高かった？安いのよ。これ1万円しなかったんです。カードをこれ何、ここから取って、あ、自分でチェックインだ。へー、おーすごいね。うん、こんな感じなんだ。あら、抜けた、どうしよう。あら、持ち時間がちゃんと持ってくるんです。なんか広いね、結構。超絶シンプルだけど、うん、洗面台がここにあるよいしょ。お、眺めいいよ。おわ、すごい。うわ、すごいね。大観覧車が見えるよ。あ、もしかしてあそこがアウトレット？あ、そうそう、ね、ここアウトレットね。目の前アウトレットだから。おー、いいね。後で買い物行きましょう。あ、なんでここ1万円にしないの？なんだろうね、時期的なものなのか。あ、コップもなんかオリジナルの可愛いコップ売ってんじゃないですか、多分これ。まっちゃんこと。浴槽がありますよ。やっぱり日本だね。自動、うん、シンプルだけどなんかもうあのまとまっててすごい、うん、なんか持ってる、使いやすそうなお部屋というわけで、うん、ちょっと休憩して、うん、リンクタウンでも行きますか。そうだね、せっかくここまで、はい、来たからな。おい、人類で初めてのラーメン。わあ、どうでしたか。美味しいんだ。ね。
嬉しいんだな。まあ、美味しいね。自分のもの全部食べる。ああ、落ちてるやつ食べるんだよ。美味しいんだ。ちょっとよくわからないな。もっと食べないとよくわからない。めちゃくちゃ食べてるじゃん。餃子食べてごらん。はい。あ、餃子美味しい。パパ行かないとね。元気でな。最近ママがいるんだよ。最近パパ好きだもん。ママがいるからめっちゃ泣いてるじゃん。大丈夫だよ、ママいるだろ。ママよろしくな、うん、ママいるよ。ママのとこ行く。やばいね、もうパパ行っちゃった。散歩行くんだ、ママと。な。ここ、ここ。遠いか。そっちじゃない。まあ確かに似てるけどな。ここ、ここ。ここ。うん、何してる？もう年齢の準備？ヤパは帰ったんだけど、アオレットで結局、ゼイちゃんの空中だけ買いました。結局、娘のものを買うことになるんですよね。なあ。夜になったらこんな綺麗なんだ。わあ。今日めっちゃ暑そうだな。みなさん、おはようございます。ひゃちゃんです。ジェニーちゃんです。韓国に帰る日なんです。ここからすぐ次の駅なので余裕があるので、ゆっくりして空港に行ってみようかと思います。ねえ、ちょっとバタバタになって撮影はできなかったんですけど、実家に無事に帰ってきました。またこんなにうちのお母さんが夜ご飯を用意してくれたんですけど、この赤いものは豚肉とイカを炒めたものなんですよ。あ、コチュジャンソースなんですよね、ソースは。娘さんが人見知りがあるので、お母さんとお父さんにはあんまり行かなかったんです。なので割と大変だったんですよ。私にしか来なかったんですよ。今晩のビビン冷麺も食べたんですけど、この肉はタカビでございます。一緒に包んで食べたらもっと美味しいなんです。やっぱり結構時間経ったら、うちのお父さんにはそっち行くことになりましたが、なぜかうちのお母さんにはなかなか行かなかったんですよ。なんか食べ物をもらいに行くぐらいかな。だからちょっとうちのお母さんがかわいそうだったんですけど、どうなんだろうね。なぜかうちのジェニーちゃんがうちのお母さんを怖がりましたんですよ。ママ、パパ。あとジェニーちゃんがかわいそうにこんな風に毎日パパを探したんですよ。こんなに大雨なのにジェニーちゃんがそこに寝たいって閉じてたから寝ました。ちょうど私が韓国に帰ってから韓国の中央が来たので、ほとんど雨だったんですよ。なのでお家でジェニーちゃんと過ごしたんですけど、この芋パパを探したんですよ。パパパパパなどでビデオ電話ができないときは、パパの動画を見せてあげたらめっちゃ喜びました。最近私マグロ好きになったので、韓国でもマグロが食べたくなってちょっと食べに来ました。
こちらのお店は一人で4000円払えば何回もなんと無限にマグロを食べれるところなんですよ。味はやっぱり日本よりは新鮮が全然違うんですけど、まあまあでもなんとなく美味しく食べることができました。私たちは3回頼んでちょっとやめましたんですが、やっぱりマグロだけずっと食べることが無理なんですよね。いない、いない、わ？うん、娘さんが少しずつ言葉を真似することになったので図書館を連れて行ってみたんですよ。韓国バージョンもあったんだ、すごいね。これ読むかな。またどこ行くの。いろんな英語が、本題が別にあって翻訳されて、韓国バージョンも結構あったので少しびっくりしました。日本に帰る2日前には梅雨が止んだので、少しお出かけもできました。やっぱりちりちゃんが2日前間からはお母さんにも少し慣れたんですけど、やっぱりうちのお父さんがもっと好きすぎて、ずっとお父さんに世話になることしかなかったんですよね。また今回も韓国でちりちゃんとうちの家族がみんなで時間を過ごすことができたので、それでちょっと良かったと思います。また私は日本に帰ります。おはようございます。あんとさ、私がジェネちゃんより髪の毛が短いなんですけどね。まさかこんな短くなるっては思わなかったんですけど。なんて言ったらそんな短くなったの。任せますって言った。任せてそんな短くする人いんの。私の髪の毛の話じゃなくて、なんとさ、昨日ね、はい、私無事にね日本に着いたんですけど、うん、飛行機がなんとさ3時間半ぐらい遅れてしまってさ、はい、こんな遅れると思わなかったね。そうだね、天気が悪かったもんね。でホテルを予約しといてよかったと思うぐらいね。あ、疲れすぎて朝から昨日の朝からさ、やっぱり子供がちょっと大きくなるから、うん、動くじゃん、まあ自分でないずっとできないから ね、 ね。ああ、だからまあおお、まあ、めちゃくちゃバタバタになってさ、ちょっと帰国するとの道がねちょっと疲れてしまってたんですけど、うん、なあ今日まあ朝こんなにね起きたら、まあやっとねまた家族がね、うん、あ、ちゃんと集まったから嬉しいんですよ、うん、またいつもの生活に戻りますね。そうだね。あ、ちなみにさ、はい、うちのジェイちゃんはママが好きすぎて実家に帰っても、うん、うちのお母さんが何もできなかったの、はあ、ずっと私がジェイちゃんのことを見るしかなかったので、割とさ、ヤパンがいるときはヤパンが手伝ってくれたじゃん。まあ、ね、できることはね。そう、もう全部私がやるしかなかったので。韓国ではね、ちょっとそれはちょっと疲れちゃったんですよ。余計大変だったね。ねえねえ、お父さんは好きなんですけど、うん、うちのなんか韓国の腹ぼちね、うん。でももう腹ぼちは何もしないじゃん。可愛い買ってくれるだけ。お餅とか、うん、お風呂とか念念させるとか何もしないから、まあ、あ、それでもね、まあまあ、ジェイちゃんをみんなが可愛がってくれたし、うんうん、うちのお母さんのご飯も食べたし、うんうん、楽しかったよ。邪魔だよ。だから私韓国で動画何も撮れなかったもん。なあ、ジェイちゃんがね歩くから目離せないんだもん、うん、そうね、うん、危ないからね。残念ながら韓国編の動画は全くないっていうことで、もうできなかった全然。だってさ、歩くからもうもっと大変になったもん今。
まあどうせあれだもんね、もうしょっちゅう帰ってるから、あの新しいこととかないないもんな、何もないもんな。それでは、はい、なんとかのまた次の動画になるかもまたねまたね。